この動画では、2023年の注目の展覧会、東京都美術館で開催中のエゴン・シーレ展で見ることができる絵画作品のうち、主要な出品作をご紹介します。まず、オーストリアの画家、エゴン・シーレが20世紀の初め頃に描いた作品について、年代順に解説し、その後、同じく、今回の特別展に出品されているシーレと同時代のウィーンで活躍した芸術家たちの作品を取り上げます。1890年にシーレはウィーンの近郊に位置する町に住んでいたチェコ出身の母と鉄道員の父の間に生まれました。しかし、オーストリアの帝国鉄道に勤めていたこの父親は早くに亡くなってしまいます。その後は裕福な叔父がシーレの後見人となり、1907年にこの叔父の肖像をシーレは描いています。今回の特別展に出品されているこの絵では、白い髪の毛とひげを生やした頭部といったモデルの身体的な特徴が的確に表されています。加えて、モデルが身につけている立派な衣装は白と黒、そして灰色という少ない数の色だけで描写され、光と影のコントラストが劇的な印象を与えます。本作はシーレが初期の段階において絵画表現の技法を十分に理解し身につけていたことを伝えます。さて、この叔父は当初はシーレが美術の道を志すことを快く思っていませんでした。しかし、シーレが見事美術アカデミーへの入学を果たした後は協力的となりました。その美術アカデミーの学生だった時に、シーレは1908年に象徴的な背景の前に置かれた様式的な花の絵を制作しました。本作でシーレは正方形のキャンバスを使用し、絵の具に加え金と銀を用いた金属光沢を放つ画面を作っています。これは前年の1907年に出会ったクリムトの作品の装飾的な画風の影響が認められる部分です。一方で、紫とオレンジ色の色彩のコントラストが際立つ点と、花と葉っぱが大胆に様式化された形状を示す点、平面的な輝く背景の前で葉っぱの膨らみが立体的な表現を強調する点は、シーレの作品のユニークなポイントとなっています。その後、シーレはウィーンの美術アカデミーを去り、独自の様式を確立していきます。例えば、1910年の背を向けて立つ男の絵では、うつむいて立つ全裸の痩せた男性が大きく描かれ、シーレが人物に好んで撮らせたこちらに背中を向けるポーズを示しています。この人物は黒い木炭と暗い色の不透明水彩で描かれています。背骨の突き出ている箇所を分かりやすく描写された横顔を見せるこの男の大小の起伏が目立つ体の形状は、明確な輪郭線によって明らかに示されています。同じ年にシーレは人物以外も描いており、静物画の花の絵を制作しています。1910年に制作された菊の絵では、19世紀のヨーロッパでも描かれた東アジアを代表する菊がメインのモチーフとして表されています。黒く平坦に塗られた背景を左と右に従えながら、画面の中央に縦に並んだ花の多くの箇所で細かく明確に形状を表された明るいピンク、黄色、緑色を呈しているパーツの集合体は、明暗のコントラストにより絵の中で存在感を強く放っています。1911年には母の故郷であったチェコの町に移住しました。この年にシーレは自分を見つめる人、死と男を制作しました。目を閉じながら物思いにふける男の顔に認められる黒く惹かれた眉毛と、肌を彩る緑の補色にあたる赤は血色の良さやエネルギーを感じさせるようですが、赤い色が使用されていない背後の人物は生命力の感じられない幽霊、あるいは骸骨のような姿で寄り添う死の影のように表現されています。この絵に見られるような生と死の主題は、当時の画家たちが繰り返し取り上げた人気のテーマでした。また、頭、腕、手、指に確認される引き伸ばされたフォルムは、シーレが表現する人物像の特徴です。
同じく2人の人物を表す作品にチェコからオーストリアに戻った1912年にシーレが描いた母と子の絵があり、今回の特別展に出品されています。暗い色の背景を従える2人の頭部は白い襟巻きで一つにつながって一体感を醸しています。しかし母は視線を落とし穏やかな表情を見せますが、子供は目を大きく見開いてこちらに視線を向け、さらに手のひらを鑑賞者に示しています。これに対し母親は大きな手の指の背中側を見せつつ子供を抱いています。これら対照的で不調和な印象を与える顔の表情や手振りは仲の良い母とその子供の姿を描く絵画の伝統から本作が逸脱することを明らかに示しています。この絵では激しいタッチと絵の具の厚塗りが用いられていますが、同様の手法をシーレは同じ年に制作した宝月のある自画像でも採用しています。この絵では顔は左の肩の方向へと向いていますが、一方で視線はこちらに注がれており、不安定な印象を与えるポーズをとっています。これに対し頭部と胴体は画面の上下の辺で切り取られ、黒い色の服、瞳、暗い茶色の髪の毛と鮮やかな色彩を呈す赤い色の宝月の実が色彩のバランスをとっています。同じ年にシーレは他にも当時の恋人バリーをモデルに人物の絵を制作しています。背景にはオレンジ、赤、青、黄色の色を示しながら、頭部は黒い衣装と髪の毛を表現する部分に囲まれ、画面の中央部分に暗い色の瞳と固く結んだ赤い色の唇を示し、強い意志を感じさせるような表情を見せています。実は本作にはシーレも登場しており、背後に口をすぼめた顔を表しながら恋人に寄り添っています。このようにバリーは絵の中でもシーレが寄り添う大切な存在でしたが、彼女とシーレの関係は1914年に破局を迎えます。しかしその同じ年にシーレはかつてバリーと住んでいたチェコの街を描いています。本作では人の気配がしない街の連なる家々を上から見て捉えて、垂直水平の要素を多く用いてモチーフを表した平面的な表現が印象的な画面が作られています。さらに茶色の屋根をいただく建築の正面や窓を黄色や青い色、白い色といったさまざまな色彩が目立たせています。同じ年にシーレは赤い靴下止めをつけて座るラフの後ろ姿を描いています。女性の肌の色を見ると茶色に加え赤や緑色が輪郭線の付近や体の各部分の形状を特徴づけています。真っ赤な靴下止めが注目を集める左の膝と黄色から褐色の色彩を呈す後頭部、裸の右の肩に加え暗い色のストッキングが覆っている右の膝が無地の背景をバックに上に向けて突き出すことによって、ラフの後ろ向きの姿の上の箇所の輪郭線を大きく波打たせ形状に変化をもたらしています。その翌年1915年にシーレは中産階級の職人の娘エイディトと結婚し、その肖像を描いています。この絵の中でモデルはためらいがちにこちらに視線を送る姿を上から見下ろす視点のもとに捉えられ、身につけたドレスでは縦に走る細長い縞模様は暗い色と明るい色のコントラストが際立ち、その上に髪の毛の色と同じ黄色と緑色の間の色調を呈している上着を着用し、ピンクと赤い色を施して襟元のラインと手の指の関節のあたりや、それから顔では頬に加え唇も際立たせます。このエイディトと結婚した年にシーレは前年の1914年から始まっていた第一次世界大戦のために軍隊の仕事に就いています。この時期には軍関係の人物の肖像を制作しています。1917年に制作した肖像画に描かれたカール・グリュンバルトは軍務についていた時のシーレの上官で、シーレの後援者ともなる人物です。落ち着いた表情を浮かべて手をしっかり組み体を前に傾けています。
その姿はエイディトの肖像と同様に、この時期に特徴的な上から見た視点から表されています。モデルが腰をかけている椅子は暗い色の背景に溶け込むように表されています。これにより椅子の上に座る人物が際立って、さらに鋭い線と厚く塗りつけた絵の具がモデルの存在感を増しています。その翌年の1918年にはシーレはポスターのデザインを手掛けています。本作は新しい美術を追求した芸術家のグループウィーン分離派の第49回の展覧会を宣伝するポスターです。絵の中ではアルファベットの L の字の形を取る机のそばに椅子を並べて、暗い橙色や黄色の衣装を身につけたメンバーが着席しています。シーレは絵の中で最も上に位置する座席を占めています。シーレの向かい側には誰も座っていない椅子が見え、この席はウィーン分離派の初代会長を務めた芸術家クリムトのために開けられているとされます。しかしシーレにも大きな影響を与えたクリムトは1905年にウィーン分離派を去っており、この展覧会が開催される直前に亡くなりました。そして同じ1918年にシーレもスペイン風邪のために28歳で命を落としました。さて今回の特別展では、シーレと同じく19世紀の終わりの頃から20世紀の初頭のウィーンに行き活躍した芸術家たちの作品も展示されています。まずゲルストルはシーレと同様ウィーンの美術アカデミーで学んだ画家で、音楽家のシェーンベルクの妻と恋愛関係を持ち、最後は自ら命を絶った夭折の芸術家で、その作品1904年頃のハンラの自画像は顔の細かな表現と曖昧な手の表現のコントラストが目を引き、さらに白い腰布だけを身につけた上半身が裸の正面向きで頭の周囲を明るく照らす姿はイエスを描いたキリスト教の宗教作品を思わせる内容となっています。この画家は1907年に湖のほとりの風景を描いています。この作品ではそれぞれのモチーフは明るさの異なる色彩で塗られており、また性質の異なるタッチを使い分けて表現されています。すなわち空は白から緑までの明るい色彩で彩られ、幅が広く長く伸びるうねるタッチで表現されています。これに対し山はより暗い色で表され、青から緑色までを用いてタッチは幅が広く、しかし青空のタッチよりは短くなる傾向を示しています。そして画面の下に広がる湖の水面は明度の高い青と緑色の絵の具を水平の方向に塗りつける細長いタッチを連ねて描写し、斜めのタッチが水の上を行く船の方を描いています。続いてシーレと同じくウィーン分離派に関わった芸術家で、同グループの創設以来のメンバーでもあったモーザーの絵としては植物をメインのモチーフに扱った作品が出品されています。1909年に制作された複数の金銭花を表した本作では、画面にいっぱいに葉っぱが茂っています。その緑色の中に黄色からオレンジ色までの色彩を呈す多くの花々が咲いています。この作品では周囲の空間や物語が一切説明されておらず、そのために装飾的な傾向を強く示す絵となっています。この絵のものと同様の正方形の画面はシーレにも用いられていますが、このタイプの画面の選択はクリムトの影響を感じさせます。そのクリムトの作品としては1916年に描かれた風景の絵が今回の特別展には出品されています。ウィーンの皇帝一家の夏の離宮であったシェーンブルン宮殿に付属する広大な庭の一部を描いた本作の画面の下の箇所では、豊かに水をたたえた池が画面の半分以上を占めるまでに広がっています。池の水面には周囲の風景が映っています。光を受けて輝く木々の緑、それから画面の右上に姿を見せている白い雲と青い空も水面に映っています。そして庭園に身を置く小さな人物たちの姿が庭の木々の大きさや池の広さを強調しています。
以上のように、今回の展示では、シーレを中心に、ウィーンで活躍した他の画家たちの作品も、同時に鑑賞できる機会が提供されています。そのため、この特別展では、シーレと同じ頃の芸術家たちが描いた、同じジャンルやテーマの作品を比べながら見て、共通する、あるいは異なる表現を見つけて、それぞれの芸術家の作品の特徴を相対化しつつ、確認する鑑賞がおすすめです。最後に、シーレの人生の詳しい内容と代表作については、すでに公開済みの、早わかり、エゴン・シーレの動画で紹介しています。こちらもご覧いただけましたら幸いです。